皆さんこんにちは。 AWS でスタートアップのセールスマネージャーをしております岩田です。本日はカルチャーフィットがスタートアップの成長にもたらすものというテーマで、スペースマーケットの CTO の鈴木さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。鈴木さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに簡単に自己紹介をお願いできますか。はい。スペースマーケットでですね、共同創業者取締役 CPO CTO をしております鈴木と申します。キャリアとしては SIR のエンジニアからスタートしまして、で Yahoo でスポーツ事業とか新規事業の立ち上げとか、しながらリクルートで、複数のサービスの立ち上げとか、経まして、自分で起業して、でそれから2014年に、スペースマーケットで、CPO CTO取締役として共同創業者のシゲマスと一緒に、創業して、でスペースマーケットでは創業以来プロダクトの統括というか、そこでグロースにコミットして統括するというような役割でやってきました。で昨年の12月に東証マザーズに上場しまして、というような状況に今なっております。まずは上場おめでとうございます。ありがとうございます。2社目の起業になるわけですね。はい、そうですね。1社目は、はい、自分でやって、はい、2社目は共同創業という形で。はい、ありがとうございます。ではスペースマーケットさんの会社のご紹介もお願いできますか。はい、私たちはですね、あらゆるスペースを簡単に貸し借りできるプラットフォームである、スペースマーケットを運営しておりまして、ウェブサイトと、アプリで展開しておりまして、パソコンからもちろんスマートフォンからも利用できるという、プラットフォームになっています。でいつでもどこでも、手軽に、空いているスペースを、貸したい人と借りたい人をマッチングできるというようなのが特徴となっています。で身近なこうレンタルスペースの利用例、いろいろあるんですけれども、代表的なものとしては、会議とか、撮影とか、季節のイベント、記念パーティー、またキッチンを利用してこうホームパーティーみたいなことをやったり、あと趣味の集まりっていうところでこうママ会の場所が今までなかったんだけど、レンタルスペースなら思う存分こう崩れて、楽しめるとか、そういうような利用事例を創出しているサービスとなっております。結構幅広い用途で使われてるんですね。そうですね。サービス開始の当初のコンセプトが、空きスペースといろんな用途でこうマッチングしたら面白いんじゃないかというところから始まっているので、本当に利用用途としては幅広いサービスとなっていると思います。はい。で、スペース数っていうところなんですけれども、圧倒的な掲載数と、多様な種類でさまざまな利用に対応というところで、ちょっとごめんなさい、資料が古かったんですけれども、現在だと1万2000兆のスペースを保有していると、保有というか、プラットフォームとして利用できる状態になっているというようなところで、国内では最大級のサービスとなっております。これを拝見すると圧倒的に掲載数がやっぱ多いですね。そうですね。はい。これはあれですかね、やっぱりその、はい、お客様からしたら掲載しているその選べる数が選択肢が多いほど、はい、やっぱりその、スペースマーケットのサービスをより使いたくなるというところですよね。そうですね。はい。ちなみに、お城があるんですけど、はい、お城は何に使われるんですか。お城はですね、経営会議とかそういうこう、江戸時代とかそういうところで天守閣でこう会議してたみたいなところを現代でもできるみたいな、そういうようなもう面白いコンセプトで、っていうような感じです。面白いですね。はい、経営会議を天守閣でやるんですね。はい。ただ、一回もこう使われたことは実はなかったりするんですけど。そうなんですか。そういう、ユニークなコンセプトっていうところで。はい、これをご覧になっている方、ぜひお城を使ってみてください。はい。お願いします。で、そういうサービスをやっている中で、事業成長とこう社員数っていうところなんですけれども、2014年1月に創業以来、結構3倍とか2倍とかそういう角度で成長してきたんですね。で、ただ従業員数、社員数としてはそんなにこう急速に増えるというよりは、プラットフォームサービスの利点を生かしてそんなにこう人を増やさないでも事業成長するっていうこうモデルでやらせていただいているというような形になると思います。こちら見るともうすごく創業から順調に売上とその社員数が連動して伸びてきているように見えるんですけど。そうですね。いろいろもちろん裏では苦労があったりはするんですけれども、ね、はい、じゃあこの後その苦労のお話をしていただけますか。そうですね。はい、ぜひお願いします。あとは
そうですね、エンジニアの方、はい、今回そのカルチャーっていうところで、はい、まあ、ビジネスサイドとエンジニアサイドって、はい、まあ、ちょっと違う部分もあったりすると思うんですけど、はい、この中でエンジニアの方のその割合っていうのはどれぐらいなんでしょうか、スペースマーケットさん。エンジニアの割合は現在 30% ぐらいですかね。 30% ぐらいですね、はい、なるほど、はい、まあまあ、それはもうあんまり創業当初から割合としては変わらずに、そのままの比率での、まあ、一番初めは違うかもしれないですけどね、はい、結構その最初の方はですね、スペースを獲得するためにこうビジネス開発の人間がこう多かったりした時もあったんですけども、うん、割とこうスペース確保できてからはプロダクトの開発に注力っていうところでエンジニア割合が増えてきたっていうような事情はあります、うんうん、なるほど、はいはい、ありがとうございます。はい、そうですね、次行きましょうかね、はい、で、まあ、こういう事業成長してきた会社なんですけれども、カルチャーっていうところを考えたときに、まあ、割と共同創業者というかとつながりが深いなと思っていて、ここでご紹介させていただければと思ったんですけれども、まあ、先ほど言いました通り重松という人間と私で2人で共同創業したっていう会社になるんですけれども、まあ、役職としては、まあ、重松が CEO で私が CTO で、で後にまあ まあ、プロダクトの責任というところで CPO っていう肩書きになっているんですけれども、まあ、ざっくり一言でこう人柄を表すと、まあ、リアルが好きなというか得意な重松と、うん、まあ、インターネットが好きな私みたいなところで、結構またここも対極になってまして、で、ね、で学生時代例えばどういうことやってたかっていうと、重松はまあラガーマンですね、僕がまあバンドマンっていう、こう、うん、アウトドアとインドアみたいな、すごい、そうですね、ここもまあ対照的な、はい、お二人ですね。そうですね。で、まあ、得意領域は CEO と CTO なんで、まあ、ビジネス開発、マーケティング、まあ、広報、PR というのが彼の強みだったりするんですけれども、うん、私はプロダクトマネジメントとかエンジニアリングとかマーケティングとか、まあ、そういったところで、割とここまででいうとこう、まあまあ、よく言うとこう補完しているというか、うん、関係性なんですけれども、割とこう共通点があるところが、下に書いてあるところの、まあ、実現したい世界観みたいなところを、まあ創業するにあたってこう打ち合わせたというか、どういうのを考えてますかみたいなことを話し合った時に、まあ、彼は挑戦しやすい面白い世の中にしたいということを言って、で僕は起業家、まあ、チャレンジする人を増やしていきたいというところで、まあこの2つが結構合わさって今の共通のビジョンというか、まあ、カルチャーの元になるようなビジョンであるチャレンジを生み出し世の中を面白くするというようなところにこうつながっているというような背景があります、うん、はい、ちなみにお二人はこうどうやって出会われたんですか。私自分が起業してまして、で、起業してた時に VC にこう VC の方に投資を受けていたんですね。でその担当者の旦那が、重松なんですね。なるほど、はい、でその妻の方から旦那を起業させるためにどうすればいいのかとか、そういった、まあ、相談を受けてたりしたところ、うん、まあ、旦那さんが起業するっていうんで、こうじゃあ一緒にできませんかっていうのが始まりですね。それすごいレアなケースじゃないですか。レアなケースですね。はい、さらっとお話しいただいてますけど、はいはい、なかなかそうあんまり聞かないですね、そういうケースはね、うん、で僕もたまたまこう営業に強いというかビジネス開発できる人探してて、はい、彼はエンジニア探しててみたいなところで、うん、まあ、あったっていう。どこでつながるかわからないです。そうですね、人の縁は大事にしないといけないですね、はい、本当にそうだと思います。はい、でやっぱ本当結構これを拝見すると対照的ですよね。重松さんと鈴木さんのそのキャラクターというか、ね、うん、そうですね、本当になんかこうぶつかってしまう時とかっていうのはなかったですか。はい、ここまで結構かなり違うんで、ぶつかるってことはあんまりなかったですね。本当にいい関係で補完し合えるっていうところがあって、はい、まあ、共通のビジョンを持てていてっていうことなんですかね。そうですね、まあ、部署的にもビジネスサイドとプロダクトサイドっていうところで、割と分かれてやってたところもあるんで、そこは、はい、気にしたことはないですね。本当にいい関係ですね、これ拝見しても。そうですね、はい、で、まあ弊社のビジョン、ミッションというところが、先ほど申し上げた通り、チャレンジを生み出し世の中を面白くするというのがビジョンで、まあ、ミッションが世界中のあらゆるスペースをシェアできるプラットフォームを作るというところなんですが、まあ、今こうなっているんですけど、まあ、いろいろ変遷したっていうのもありますし、あと、ビジョンは、
何ですかね、プロダクトを作る前に言語化したところはあったんですけど、ミッションについては正直これは後付けというかところがあって、やっぱりプロダクト何が当たるかわからない中で、こうミッションというかどういうプロダクトの文化にするんだみたいなところを言語化するっていうのは現実的には結構難しいんじゃないかみたいなところは感じるところはあるので、初めから今のプロダクトだったんですかね、それともその何か、はい、何個かプロトを作った上で今のものにたどり着いたんですか。最初のプロダクトですね、はい、最初のプロダクトなんですね、はい、最初のアイデアがこうにも当たってっていうような形ですかね、うんうん、はい、まあ、そのアイデアが実際具体的に形になってプロダクトができてくる頃にこのミッションというのがをしっかり定義されたっていう。そうですね、割と最初の5人ぐらいがこう採用というか集まった時に、じゃあこのプロダクトって将来どういうふうなものにしたいっていうのを改めて考えた時に、こういう世界とか、あらゆるスペースとかそういうキーワードが出てきたという感じですかね、はい。で、ミッション、ビジョン、バリュー、バリューっていうところで、現在のバリューがこういうことになってます。これはこれで変遷もあったり、あとそうですね、ここら辺に関しては、はい、紆余曲折あったんですけれども、またあと後のパートで紹介もあるので、わかりました。はい、こういうような感じ。なんか一個だけちょっと気になるんですけど、チャーミングって面白いですね。はい、そうですね。ここは、チャーミングは、字面としてあるかないかで割と違うと思っていて、結構それがないと、割とこう、なんていうか、ストイックなバリューになるかなと思ってですね。うん、で、チャーミングがあることによって、なんかこう、素直謙虚とか、そういう人間性の部分も大事だよっていうようなメッセージングも含めて、はい。そういうメッセージが込められてるんですね。そうですね、はい。で、次がですね、カルチャーっていうところを考える上で、考えたときに、フェーズ、スタートアップにはやっぱフェーズがあって、それは人数だったり、投資が入ったタイミングとか、そういうのいろいろあると思うんですけれども、ざっくりアーリー、ミドル、レイターと分かれたときに、カルチャーの中でもこう変わっていくものっていうのを図にしてみたのがこちらになってます。これは面白いですね。やっぱりそのフェーズごとに人数も変わってくれば、カルチャーも見直していくとか、採用とかも面白いですよね。確かにそうですよね、はい、うん、例えばこうアーリーとか、10人いかないぐらいの時だと本当にこう、混沌と高揚って書いてあるんですけど、基本的にはこう01をこういかにいろんなところで起こすかみたいなところが あるんで、例えば、ビジネス開発の人間がなんか増上寺っていうお寺があるんですけど、なんかこう飛び込んで営業してみましょうかみたいな、こう割と荒唐無稽なことを言って、実際行ったらこう掲載していいよっつって、それがこう代表的なユニークスペースっていうところでスペースマーケットの代名詞みたいになったりとか、そういうなんかこうマンパワードリブンって書いてありますけど、人の力でこう立ち上げていくっていうフェーズなので、変な話こう動物園というか、というところですね。個性の強い方がやっぱ揃ってたということですかね。そうですね、はい。で、やっぱそういう01が至るところで起きる環境っていうのが、スタートアップマジックとかこういろいろ言われると思うんですけど、はい、結構起因していると思っていて、やっぱりこう自分たちが何かを生み出しているっていう、自己陶酔じゃないですけど、そういう、こう自分で自分たちが誇らしいみたいなところがあるっていうのがこのアーリーの、カルチャーになるんじゃないかなっていう、ね、この時はその先ほど出ていたような行動指針みたいなものっていうのはあったんですか。はい、原型となるものはあったというところですね。割と早めに我々作っていまして、2014年なんで、そういうなんかこうスタートアップで、ビジョンミッションとか作った方がいいよとか、そういう話もそんなに今ほどなかったと思うんですけど、はい、我々が、あった方がこういいっていうので決めて合宿して、最初の5人とかそういうところで決めてっていうのが割と今の原型になってますね。はい、ちなみに採用施策のカレーの日っていうのは何なんでしょう。
カレーの日っていうのはですね、毎週金曜に当番が決まっていて、誰かこうカレーを作るっていうのが会社ですか。はい。で、社外の人も、まあ、ゲストで呼べるようになっていて、で、まあ、採用とか、入りたそうな人に声をかけて、カレー作るんだけど来ないみたいな感じで声をかけて来てもらって食べて、まあ、くどくとか。なるほど。そういうような、割と採用施策みたいな感じでやってましたね。カレーを振る舞うんですね。お酒とかは出さずにカレーを振る舞うっていう感じですかね。お酒、そうですね。カレーでしたね。カレーなんですね。なんか同じ釜の飯を食べるみたいな。ああ、そういうことですか。そういうイメージでやってたな。なるほど、はい。仲間意識が生まれるとかですかね。そうですね。はい。ただなんかその、ミドルに行くぐらいには、もうカレーが割と放置されて、カビが生えてやめたみたいな、まあ、そういうところもあったりします、はい、なるほど、面白いですね。あとはこうターニングポイントってこう採用の失敗事例ってあるんですけど、採用の失敗事例っていうのはどういう事例だったんですか。はい、これについては、まあ、エンジニアの事例ではあるんですけど、割と最初って、まあ、自分たちにもこうブランドも何もない状態なので、まあ、来てくれるだけで嬉しいっていうところがあり、私もそんなにこう採用した経験がなかったので、まあ、結構大企業から来てくれた人とか、実績がすごい人みたいなところを割と深く面接をせずに、まあ、それこそビジョンとかミッションとか共感とかそういうところを、まあ、推し量らずにこう採用してしまったことがあって、まあ、そこでこう割とミスマッチがやっぱ起きたところがあったかなと思っています。で、まあ、そこを踏まえてというか反省して、まあ、ビジョン、ミッションとかそういうところとかをベースとして人間性をすごい見るようになりましたね。うん、はい、なるほど。じゃあ本当スキルだけじゃなくて、はい、カルチャーフィットとかビジョンにフィットするかっていうのと人間性っていうところをやっぱ重視、はい、まあ、これがきっかけになってるということですね。そうですね。結構入れてしまう、まあ、入っていただいてからすごくうまくいかなかった時があって、うん、そうするとこう人数も少ないんで、うん、スタートアップ的にはこうダメージがすごくでかいんですよね。そうですね。余計なコミュニケーションとか増えちゃうんで。10名の時ですからね。そうですね。そこが本当にこう痛い経験になっていて、うん、はい。あとシェアオフィスの、すみません、いろいろ聞いてしまってあれなんですけど、はい、シェアオフィスの活用っていうのはどういうことなんでしょうか。はい、シェアオフィスはですね、ボヤジグループさんの、まあ、ボートっていう、はい、シェアオフィスがあったんですけれども、そこに入居させていただいて、今でいう、なんか、まあ、ママリさん作ってた会社とか、そういうところはもう入居してたんですけれども、うん、これも結構採用に使ったっていうところが大きくて、幸運にここ、ビールが飲み放題とか、アルコール飲み放題みたいなことを提供してくださってたんですよ。はい。なんで、それを、まあ、いいことにというか、フル活用して、ミートアップを30人ぐらいこう呼んで、うんうんうん、採用目的でこう、やったり、本当にその、リファラル採用の目的で、シェアオフィスの、なんですかね、サービスを使い倒すって言っちゃうと、あれなんですけど。いやでも、はい、いい使い方ですよね。そうですね、はい。使い倒させていただいたみたいな形で。うんうん、はい、結果的にはそういう意味でシェアオフィスの活用なんですね。はい、やっぱまあでも確かにシェアオフィスで提供されているサービスを活用して、やっぱり採用だったりとか、はい、まあ、そういうミートアップをたくさん開催するっていうのは、すごいいいアイデアですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次、ミドルの方をお願いできますか。はい、ミドルは、まあ、最初の10人というような、人たちが、まあ、揃った後に、まあ、50人とか、そういう、IPO 前までのフェーズっていうことで書いたんですけれども、そうですね、マンパワードリーム、さっきその動物園みたいな、話しましたけども、このフェーズだと割とちょうどそれこそ Amazon の方が、採用できていただいて、はい、Amazon のカルチャーを割とこう注入してくれたんですよ。なるほど。でそこでこう全部データで動かすとか、はい、そういったところがウェブでもリアルでも、反映されて、ちゃんとセールスフォースとかそういうツールを使って営業するし、うん、みたいな、施策もデータが全部全てで回っていくし、みたいなところが、割とカルチャーとしては変わったかなっていうことを思いますね。はい。そのアマゾンの方が入られて、はい、まあ、データドリブンっていうことが、まあ、一つ変わったポイントだっていうことなんですけど、うんうんうん、はい、あとはその、他に何か、例えばさっきのそのミッションバリューに影響を与えたこととか、こちらでも書いていただいてますけど、改定っていうものがありますけど、はい、そういうものへの影響っていうのはあったんでしょうか。
そうですね、やっぱ結構人が増えてきていて、当初のコアメンバーのこうその言葉に対してこう感じることっていうところとは、まあ、ちょっとずれてきたっていうところ、うん、具体的にこうアンケートを取った時にこのバリュー分かりませんとかそういうコメントがちらほらこう出てきたので、ここはこうやっぱ変えどころかなっていうところでしたね。それはやっぱりその全員、誰が新しく入ってきた方含めて誰が見ても、はい、すぐに理解ができるとか、はい、すぐに実践できるとか、そういうこう形に変えていく必要があったということですか。そうですね、やっぱアーリーの時にいた人っていうのが、まあ、01やった人なんで、こうなんていうかこう感じ方が違うんですよね、うん、何もなかった時の人と、もう大体ある人、あるフェーズの会社に入った人で違うんで、まあ、そこの差分をよりこう分かりやすく埋められるようにしたっていうような感じですかね。なるほど、はい。あとはそうですね、評価、こうバリュー評価の導入っていうのはどういうことなんですか。はい、まあ、ビジョン、ミッション、バリュー、まあ、結構作成するのは結構簡単っちゃ簡単なんですよね、はい、ただその運用するとか、まあ、浸透させるっていうところが重要で、うん、多分アマゾンさんもなんかすごいやってらっしゃると思うんですけど、そうですね、はいはい、そこにおいてじゃあどう浸透させるのかっていう時に、やっぱり一番重要視しているところではあるので、まあ、期末の評価とかそういうところで、バリューごとにこの人はどういう評価ですっていうのを、出すようにしたっていうことですね。なるほど、先ほどちょっとスライドで見せていただいた、はい、そのバリューごとにその方の行動を評価するっていうことを。あ、そうですね、ここで言うと、まあ、チャレンジ、オーナーシップ、プロフェッショナル、サクセスチーム、チャーミングっていうところなんですけど、まあ、チャレンジして何かをやったかとか、うん、あるいはチームっていうところだと採用に貢献したかみたいなところを、評価していくと。それは面白いですね、はい、でも確かに浸透させるっていうことで言うと、はい、やっぱりその採用と評価に、はい、カルチャーとかミッション、バリューが結びついているっていうのがやっぱり大事になってくるんですかね。そうですね、はい、まず入り口で、まあ、合ってるかっていうのと、入った後にフィットしているかっていうのを、まあ、両面でやっぱりやんないと、どっちか片方だとやっぱ片手落ちになっちゃう、うん、かなとは思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、レイターの方にお願いできますか。はい、そうですね、ここだとやっぱり IPO が会社としても意識される、うんうん、まあ、人数も増えてくる、はい、なんかここでそのカルチャーに関して、変えられたことっていうのはどういうことがあったんでしょうか。やっぱ変えられたというより変わらないといけないっていうタイミングになるのかなと思ってまして、やっぱり、まあ、上場っていうのは社会の好機になることなんで、ガバナンスっていうところが重要になってきますと。で、会社としてまあ取り組まないといけないっていうところと、あと予実がやっぱりマンスリーでこう会っていくっていうところをしないといけないっていうところで、まあ、なんていうんですかね、ビジョンを追うっていうところと、そういう予実を合わせるっていうところのこう両立がすごく難しい、うん、まあ、フェーズかなって思います ね。 そうですね、はい、確かに、うん、結構初期からいらっしゃった方って、はい、ゼロイチを作ってきた方が、はい、このガバナンスとか予実の、うん、実ドリブンだったりとかキーワード書いていただいてますけど、はい、なんかそういうものへのこう、なんですかね、抵抗というか、はい、抵抗感みたいなものってもあったんじゃないですか。そうですね、結構その、まあ、声には出さないんですけど、こんなに数字を追いかけるのはなぜなのかとか、うん、まあ、何のためにやってるのかっていうのをこう思いがちなフェーズなので、そこをやっぱりちゃんと意味付けしてあげるとか、そういったところは必要になってきてました、実際、ね、はい、マネジメントにおいては、ね、まあ、確かにマネジメントとしてはエンジニアのマネジメントっていうところでいうとやっぱ苦労される部分ですよね、はい、そうですね、割とそこで、まあ、変な話退職者が出ちゃったりもしたので、うん、ちなみにアーリーとかミドルとかですとエンジニアの退職ってほとんどなかったんですよ、うん、なんですけど、まあ、レーターとかになってくるとやっぱりこうビジョンとの兼ね合いみたいなところでっていうところ、まあ、わずかですけど、まあ、出てしまったところはあるんで、そこはそうですね、はい、難しいところだったんですかね。そういうなんかこう、あとはそのエンジニアサイドと、はい、ビジネスサイドみたいなところも当然ギャップが生じてくるところなのかなと思うんですけど、うんうん、まあ、なんかそういうものをこう埋められたりもされる努力っていうのはされてたんですか。そうですね、レイ
ターで、多分次のスライドはもしかしたらそうですかね。あ、そうですね。まあ、ここら辺のそのカルチャーをオープンにするというか、まあ、情報をオープンにするとかは、そうですね、まあ、ミドルの時からやっていたことでもあるんですけれども、割とここがなかったら結構またつらかったかなっていうのはあるかもしれないです、うん。まあ、はい、お客様の声もその経営指標、はい、まあ、結構その両方重要ですけど、まあ、なんか対極的、はい、まあ、対極にあるようなものだったりする場合もあると思うんですけど、うんうんうん、はい、そういうものも全てオープンにされたんですか。そうですね、はい、まあ、両方の情報がみんなが見れるようにすることで、偏った見方がなくなるというか、はい、でみんながこうなぜしなきゃいけないのかっていうのをこう理解しやすくするっていうのが、まあ、仕組み作りとしてやってきたことかなと思います。で、まあ、今フェーズによって変わるものっていうところをお伝えしたんですけど、まあ、一方でそのフェーズによってまあ変わらないものっていうのが、ものがまあもちろんあるわけで、ここで言うと、まあ、コミュニケーションで言うと、まあ、スラックベースで今お伝えした通り全部オープンにして全職種が同じツールを使ってますっていうところだったり、あと社内イベント結構うちはオフサイトミーティングっていうのをこうサービスとしても推奨しているところもあるので、マイクウォーターとかやったりで、部署ごとにもやったりとか、自社サービスを使いながらチームビルディングするみたいなところは特にやっていたところですね。です、はい。最後の何ですかね、財務面現実的、はいはい、Not WeWork とか IPO まで総合室とか、はい、このあたりは、はい、なんかこだわりがかなり感じられますね。ここも結構なんかスタートアップのカルチャーとしてあるような気がしていて、はい、まあ、一言で言うと、まあ、ケチなんですよ多分。倹約、倹約的っていうところですね。まあ、WeWork みたいにこう、まあ、名前出したらいいのかあれなんですけど、はい、そういう文化っていうよりは結構 IPO までこう双方のオフィスでやってる、まあ、2部屋借りてるんですけどっていうのがすごく珍しいくらいに、割とこう、まあ、実を取ってきたというか、そういうところはあるかなと思います。はい、まあ、そこに投資するというよりもやっぱりそのプロダクト開発だったりとか人材に投資する方がやっぱ大事で、はい、それ以外の部分はできるだけ倹約して事業を行ってきたということですかね。やっぱ引っ越しに関するこう時間とか、まあ、そういうところも、ね、まあ、ロスとかもあるんで、うん、まあ、そこを最小限にというところはやってきましたかね、はい、ありがとうございます。じゃあ次をお願いします、はい。でさっきビジョン、ミッション、バリューの話したんですけれども、変遷はありまして、で2回変わっているんですね、創業以来。一番最初に作ったのが2014年の6月ですね。6月に、初版作成したんですけれども、それ以来2回変わってますっていう話で、でどう変わってきたかっていうと、まあ、先ほどもアンケート取ったっていうところもあるんですけれども、まあ、そこで、まあ、PJ を開始しては約こう1年ぐらい変えるのにかかったかなと思ってます。でビジョンで言うと、まあ、最初チャレンジする人を生み出すっていうところから、インスパイアピーポーザットキャンチェンジザワールドみたいな、これも実はアマゾンの方がつけた英語の名前なんですけど、あ、そうなんですそのやっぱ英語名が先に来ると入ってきづらいとか、まあ、そういうのが割とあったので、はい、まあ、こういう風に、はい、初めは日本語だったのが英語で、はい、英語になって、でも日本語を下にこう書いて、はい、最後に日本だけになると、そうです、いやいや短縮した感じで、まあ、日本語名にしたっていうのがあったり、面白いですね、はい、あとバリューに関しては割とこういろいろ8個ぐらいあったんですよね。8個ぐらいバリューあって、うん、まあ、覚えられないみたいな声があったん で最終的にこう3個のみにしたり、途中3個のみにしたりして、ただ3個のみだとこう思いが入りきらないみたいなところもあって6個になったり、割とこう個数が上下したり、この辺にもでもこだわりを感じますね、はいはい、やっぱいかに浸透させるかとか、いかにちゃんと網羅をするかっていう数の調整だったりとか、ね、長さだったりとか、はいはい、これやっぱりその、はい、経営メンバーが議論されて決める、はい、大事なことなんで決めるということをやられてたんですか。ワーキンググループみたいな形で有志のグループがある程度こう作ったのを、うん、経営のビジョンとこう合わせるというか、うんうん、そういったことをやって最終的に決めました、はい、結局なんか経営メンバーがこう自分で使ったり
言葉でこう発信していかないと浸透は難しいと思うの で、 そ、 うです、ね、そこの理解も必要かなと思いました。で、はい、まあ、最後にという形に、はい、メッセージですかねなってしまうんですけれども、はい、まあ、あのカルチャーフィットがスタートアップの成長にもたらすものっていうのを、まあ、僕なりに考えると、やっぱスタートアップは、まあ、やる人は分かると思うんですけど、すごく困難なことですと。でしかし、まあ、ジョインする人からすると、そのコアなカルチャー、ビジョン、ミッション、バリューとか会社が大事に持っているものと、まあ、共感できるんであれば、まあ、最高に楽しい青春になるっていう、本当に青春だなってスタートアップって思ったりするんで、そこを味わえるものですっていうところと、あと、まあ、スタートアップマジックが消え去る前に、あの経営者としてはそういうのをこう仕組み化して、後から入った人でもこう似たような体験ができるように根付かせることで、まあ、本当のカルチャーにこうなっていって、で一番大事なことって、カルチャーを築くことで小さくてもこう戦える組織にするっていうところだと思っているので、そこを可能にできるんじゃないかなっていう思いました、はい。で、あとは最後には、まあ、根付かせるには、まあ、創業者が自らがやっぱバリューを体現しないといけないので、企業家の皆さん頑張りましょうというところで、はい、非常に参考になるお話ありがとうございますありがとうございました、はい、ではこちらでセッションの方終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。